はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、ちょっとアメントドールの方が手こずってるので、ちょっと順番入れ替わりになっちゃうんですけども、パガーニウァイラの制作の続きをやっていこうと思います。で、今回の動画では、説明書の順番でいくと、フロント組んだら、センターモノコック組んで、センターモノコックとコックピットですねを組んで、エンジン組んで、その周りにフレームを組んでっていう形になるんですけども、ちょっと内装の方はね、まだ色をどうしようか決めてないっていうのもあるので、リア周りから先にやっていこうと思います。で、リア周りも、さっきエンジンを組んで、エンジンの周りに、フレームを取り付けていくっていう構造に、説明書の順番になってるんですけど、全部メタリックで塗らないとダメなんですよね、フレーム関係。全部メタリックで塗らないといけなくなって、で、後からね、フレームで、メタリックで塗ったフレームを、後から接着剤でつけていくってやると、すごく汚くなってしまうので、フロントの時もそれがあってフレームを先組んだんですけど、リアの方も、同じように、まずフレームを形にして、で、そこにエンジンミッションを組み付けていくっていう工程でやっていこうと思います。なんでちょっと説明書と順番が、変わってきちゃうんですけども、それでも問題なく組めるので、そういう手順の組み方の説明をしていこうと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。はい、それでは早速やっていくんですけど、フロント周り組んだ時は、このブレーキの塗装、ブレーキの塗り分けですね、ブレーキの塗り分けは省略して、フレームの方の塗り分けの話をしたので、今回はちょっと逆で、ちょっとフレームの塗り分け、フレームもこの状態でシルバーに塗装してあるんですけど、これもまだちょっと色の塗り分け、アーム類だったりとか、このフレームのパイプフレームの一部がゴールドなんで、それの塗り分けがあるんですけど、こっちの方は今回省略して、今回はこっちの、ブレーキの塗り分けをやっていこうと思います。はい、でこのブレーキなんですけども、もともとの成型色は、グレーというかシルバーというか、そんな感じの成型色です。はい、なんですけど、この真ん中のベルハウジングの部分と、サイドブレーキ用のキャリパー、このちっちゃいキャリパーね、こっちだけ、セミグロスブラックで、ブレーキのディスクの部分は、カーボンオフの塗装で、キャリパーは、説明書は8番のシルバーになってるんですけど、ここはもうフレームに合わせて、スターブライトアイアンで塗ろうと思ってます。はい、なので、まず、全体を黒サフで今塗装してあります。黒サフで塗装してあるので、ここからこの黒サフを残すところにマスキングをしていきます。で、僕は割とこの辺はね、結構適当っていうと語弊があるな、割とちゃちゃっとやっちゃうタイプなので、そんなにややこしいことはしません。で、この塗り分けの順番っていうのは結構ね、その塗る色とかによって順番は変わります、やっぱり。なので、その時その時っていう感じにはなるんですけど、今回みたいなパターンの場合は、こういう順番で塗り分けしますよっていう感じですね。で、まず真ん中のベルハウジングをマスクしてあげて、でこの縁の部分でね、カッターで切ってあげる。このカッターでね、この
物にマスキングを貼ってカッターで切るっていうやり方、カッターの傷が残るから嫌っていう方もね結構多いと思います。まあ嫌っていう方はね、いやこのやり方でやらなかったらいいと思うんですけど、まあ、僕的には、これで傷が入ったところって要は後で色がのるところになるので、まあ、その後で塗った色で隠れちゃうし、逆にそれが筋彫り代わりになるかなっていう感じもするので、特にあまり気にしないです僕は。ただまあそこはもう本当人の好みっていう部分だと思うので、気になる方は違うやり方でやってあげてください。でこのサイドブレーキ用のキャリパーも同じようにマスクしてあげて、マスキングはね僕はあまり好きじゃないので、なるべくね楽なやり方でやりたいというのが前提としてあるので、なるべく楽にできるやり方でいつもやってます。まあ、まあ楽にできるというのはマスキングの回数を減らせるやり方かなでやってます。まあ、こんな感じで、ベルハウジングと、ここのサイドブレーキキャリパーをマスキングしてあげたら、またここにねで竹串を通してあげて、でこの上からスターブライトアイアンを塗っていきます。で、このカーボンのディスクの部分とキャリパーの部分なんですけど、これはフロントの時にも言ったようにどっちもスターブライトアイアンを使います、僕は。で、こっちのディスクの方は、スターブライトアイアンを振った上に艶消しで、こっちのキャリパーの方はスターブライトアイアン塗りっぱなしっていう形で、光沢を変えることで、質感を変えていくっていう感じで、今回はやろうと思ってます。これで、キャリパーがまた全然別の色、キャリパーが赤とかの場合だと順番がだいぶ変わるんですよね。このまま赤を塗っちゃうとね、赤の発色すごく悪くなっちゃうんで、また違う方法っていう形になるんですけど、まあ、今回みたいな場合であれば、そんな感じの手順でやっていくので、ここからスターブライトアイアン振ってきます。はい、ではスターブライトアイアン、ガイアのスターブライトアイアンですねを拭いてきまして、こんな感じ。スターブライトアイアンがねかなり輝度の高いシルバーなので、かなりキラキラな感じになります。こんな感じで、でこっからこのキャリパーをマスキングして、このディスクの部分に、艶消しを拭いていくっていう形でやっていきます。よいしょ。まあ本当この辺はね、そのキャリパーもう色の組み合わせによって全部やり方が変わるので、その辺はもうご自身に合わせてやってもらったらいいかなとは思うんですが、まあ、今回の配色であれば多分このパターン、このやり方が多分一番楽かなと思う。よし。
あ、でもキャリパーの形状とかにもよりますよね。キャリパーの形状とかによってやりやすいやりにくいっていうのがどうしてもあるので、その辺もね加味してなるべくやりやすいようにしたらいいと思います。で割と、まあ、動画でこういうこと言っちゃうのもあるかもしれないですけど、キャリパーって、まあ、パッと目は行くんですけど、目は行くけどそんなによく見ないんですよねあのキャリパー何色に塗ってるかなって言ってパッて見ることはあるんですけど、あのそこまで細かく見る人ってあんまりいないかなと思うんですよね。なんでまあね、多少ちょっとマスキングの吹き漏れとかがあったりとかがあったとしてもね、多分ねほぼほぼ気づかれないっていうパーツだと思います僕は。なんでまあ力の入れ加減的にはまあそこそこって感じですね。なんでマスキングもこんなすっごい適当な感じにマスキングします。こんな感じで、この黒で残すところね、さっきマスキングしたところは、まだ剥がさずにこのまんま艶消しの黒、クリアを拭いていくって感じです。であともう一個スタイブライトアイアンを塗ったのがこのパーツ、これフレームのここにつくダクトのパーツになるんですけど、これは、実写だとカーボンなんで、フロントの時にも言った僕なりのカーボン風塗装っていうので、黒サフの上に、スターブライトアイアンを吹き付けてあるんですけど、これはさっきのこっちと違って両方黒サフの上にスターブライトアイアンを振ってるんですけど、これはね結構しっかり振ってるんですよね。しっかり振ってるけど、これは本当に表面にファファってかけただけぐらいな感じ。だからこう光が当たるとキラッとこのスターブライトアイアンの粒が光るっていうような感じ、こんな感じで塗ってあげて上から光沢のクリアを拭いてあげます。あはい、で塗装、艶消しが乾くとこんな感じになります。結構色変わるでしょ、艶消しにすると。これでまあ、カーボンコンポジットのディスクっぽい雰囲気かなと思うので、まあ、もうちょっと色濃かったりとかもするんですけど、まあ、1回走らせて熱が入るとなんかだいたいこんな色になるんですよね、カーボンコンポジットのディスクって。なんでまあこれぐらいでいいんじゃないかなと思います。で、まあ、ここデカールキャリパーのとこにデカール貼ったので、あと、フロントの時にちょっとやり忘れてたやつなんですけど、このベルハウジングのフローティングローターの、固定用のこのナットですね、ナットというかこの押さえるやつ、ここに、ちょっとシルバーを乗せておきます。フロントを忘れてたんでちょっと収録外でやったんですよね。これをやっておくと結構外からホイールの外から見えるので結構効果大です。つまようじでちょんちょんと乗せるだけなんで、こんな感じ、こんな感じで、ちょんちょんと乗せてあげたら、これを、アップライトに固定してあげるんですけど、これは向き多分あるよな、なさそうだな、ちょっと待ってよ、これね、バラして塗っちゃうとね、どっちがどっちか分からなくなっちゃうんですよね。どっちがどっちだろう。
これとこれは、あ、そうか、もうね、これとこれは、ディスクの方は多分一緒っぽいな。よし、じゃあつけちゃおう。これでセットして、で、接着したい。こんな感じで、アップライトにディスクブレーキをセットしてあげる。そしたら、次順番にやっていきましょう。まずは、このフレーム、一応色分けはこんな感じ、上下のアーム、アッパーアームとロアアームと、あとここのフレームと、あとここのフレームですねがゴールドっていう指定なので、ここゴールドで塗ってあります。まあ、ゴールドっていう指定というか、イエローとシルバーを足したっていう指定になってるんですけど、まあ実物の写真を見る感じも、もう見るからにゴールドだったので、まあ多分ゴールドでいいと思います。で、次これをつけるんですけど、ここのダクトはね、左右が決まってて、で左右間違えちゃうとこの上のボディカウルと合わなくなってしまうので、ちょっと要注意ですね。おそらくこうで合ってると思う。ちょっとね、後ろに真ん中からずれてるんですよね、このダクトの位置が。なんでそのダクトの位置が後ろ寄りになるようにつけるのがおそらく正解だと思います。こういう感じで左右にダクトをつけてあげる。で、ここオイルタンクがつくんですけど、オイルタンクはもうシルバーで塗装だったんで、もう塗る前にもう接着してあります。こんな感じで、こうね、これこれシルバー一色の指定なんですよね。なんか蓋だけ色変えたりとかしてもいいかもしんないけど、ちょっとこれがね、はっきり写ってる写真がちょっと見つからなかったので、ちょっともし見つけたらちょっとその色で塗り直してあげようと思います。そしたら、次にリアのサスペンションを組んでいくんですけど、これ本当はだからサスペンションを組む、この上のこのフレームを組む前にここにサスペンションを組んで、それから上にフレームを乗せるっていう形になるんですよ。なんで、それだったら特に問題はないんですけど、今回もこのフレームをつけちゃってるので、こいつがねちょっと多分入れにくいと思うので、ちょっと工夫しながら入れていきましょう。とりあえずここに入れて、で、このショックの一番端っこがここに刺さるので、ここにセットして、この状態でここにセット、で接着。
ういうことでいいと思う。こういう形、こういう形でリアサスペンションがつきます。この間を通す形なんですよね。間を通す形なので、ちょっと知恵の輪みたいな感じで入れてあげないとダメになるんですが、でもまあまあとりあえず問題なく組めるのは組めるので、メタリックはね、接着する面にメタリックの塗料がついてるとね、極端に接着が弱くなるんですよね。なんでなるべく極端に弱くなっちゃうのとすごく汚くなっちゃうので、なるべくね、そのメタリックの箇所には接着剤をつけないっていう風にしてあげるのがいいんですよね。これで合ってるかな、ちょっとずれて、こういう感じ、ちょっと近すぎるな、よし、こういう感じになります。リアサスがで、ここにさっきの、向き、胴向き、上か、これが上で、でキャリパーが前を向くようにここにセット、こういう感じ。これで一応リアのフレームが完成になります。ただまあちょっとね、アップライトに関してはこの後ここにエンジンとミッションを入れてドライブシャフトをつけるんですけど、その時に邪魔になるかもしれないので、とりあえず接着はせずに、なくさないようにはめるだけはめておくっていう感じ。だから今これグラグラなんですけど、ちゃんと最後決まったら、接着してあげるっていう感じにしてあげようと思います。こういう感じで、ここにねこのミッションがつくわけです。でこれミッションがね、反光つや消しの黒なので、塗装指定がつや消しの黒なので、もうこれ黒サフで塗っちゃってます。黒サフで塗って、ところどころに部分塗装を入れるっていう感じにしてあります。で、このケーシングを止めてるこのボルト、これはね、実写の写真見たらゴールドのボルトで止まってたので、ちょんちょんとゴールドをこうやって刺してあります。よいしょ。でこれ説明書通りだと、もうこの時点で、この時点でというか、もう先にこのエンジンのシリンダーブロックですよね、シリンダーブロックと合体させてしまって、で、ここからスポット入れるっていう形になるんですよね。スポット入れて、で、このフレーム類を上から重ねていって、っていう感じなんですけど、最初にも言ったように、まあ、接着強度とか見栄えのことを考えてもう先に接着してしまってるので、これね先組んじゃうと入んないんですよ。ここからここから入れようと思っても、サイズが大きすぎて入んないんですよね。ここ
こんな感じになるんで入らないので、これは、ミッションは後ろからであげる。これかなりギリギリなんですけどね、ギリギリなんですけど一応入ってくれるんで、ミッションを後ろからこうやって入れてあげて、で、これこの後塗装してあげて前から合体させて定位置にセットする、こういう形で組み付ける形になります。なので、まあ、次号では、次回では、エンジンの塗装とエンジンとまあエキゾースト関係ですねの塗装をして、その辺を組み立てていくっていう形でやっていこうと思っております。だから、今まだマフラーがないんでね、ここのマフラーステーもまだつけてないんですよ。このマフラーステーもここの穴がガバガバなんで位置がね決まんないんですよね。だからマフラーとかを全部つけて、もう全部位置決めをできる状態にして位置決めを確認しながらつけるっていう感じでやろうと思ってます。だから結構ね説明書と順序がだいぶ違ってはいるんですけれども、こうやって組んで一個一個組んでいきますので、また次回も見ていただけたらなと思います。ちなみにこれがここにね、このセンターのモノコックのここにこういう形でつくわけですね。こういう感じで、こういう感じで、ここにこの間のフロントがくっつくっていう感じですねになります。あ、でそうだ、フロントで思い出したんだ、フロントなんですけど今ちょっとこれバンパーとね、仮組みしてる状態になるんですけど、このインナーフェンダーのパーツ、ここのインナーフェンダーのパーツ、あの位置決めが分からんって言ってたこのパーツなんですけど、位置決めの相手がこのフロントバンパーなんですよね。フロントバンパーの内側にくぼみがあってそこに位置を合わせるっていう形になってるので、適当にこれをつけちゃうとフロントバンパーがつかなくなっちゃうんですよね。なのでちょっとあの前回見て適当につけちゃった方には申し訳ないんですけど、まあ僕のもつかなかったんですよ。なんで一回またあの流し込みを流し込んで接着剤を接着してるところを溶かしてあげて外してもう一回付け直しました。でこのフロントバンパーを、まあ、マスキングテープで今これ留めてるんですけど仮組みした状態で、位置を決めてあげる。こっちは接着してないです、あのまだ塗装してないんでね接着してないですけど、ここにぴったし位置を合わせてあげて、でこの内側にね溝が入ってるんですよ。そこにこのインナーフェンダーの端っこがはまるようになっているので、その辺の位置関係を確認しながらやってあげてください。でこれがここにつくわけですよね。こういう感じ、こうでこうなるわけです。はい、こんな感じでね、続々と出来上がっていっているので、これからもガシガシやっていきますんで、非常にねメカ好きとしては、楽しいキットなので、頑張ってやっていきますので、またよろしければ見ていただけたらなと思います。はい、というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。